はい、こんにちは、健王です。今日やってきていますのは京都の深見トンネル。Just a moment please。 深見トンネル、はいはいはい、はい、今日やってきていますのは京都の、深見トンネルというのがあるんですけど、そちらのすぐ脇にあります旧道深見隧道の入り口のところへ来ていますが、ご覧の通り閉鎖されておりまして進むことができませんでした。ということで急遽スズキの GSX-S1000GT の感想をですね述べてみたいなと思います。はい、このバイクはですね2022年の2月に発売ということになったバイクになります。排気量については 1000cc、 馬力としては150馬力ぐらい。スペックについての詳細はスズキのホームページか他の方のインプレ動画などをすいません参考にしてください。まあ、2月の発売前に注文をして届いたのは3月末なんですけども、そこからですねおよそ1年間ほど走る機会はあんまりなかったんですけども、1年経ったので素人ですけどもお話ししようと思います。まあ、特徴としては何を特徴としていいかちょっとわからないんですけど、分類としてはツーリングマシーンということで、スズキとしては SS ではなくオフロードではなくツーリング用として開発されたそうです。外見的な特徴で言えばやはりこのフロントカウルのところでしょうかね。汚れているのは虫さんがねアタックされたところですね。デザインがね今までのスズキらしからのデザインということで注目を集めたようですね。デザインとしてはもうここです。もう僕個人はここが全てです。ここかっこいいなと思いますね。ここを基準にしてねラインが引かれているような感覚は僕はここすごい好きですね。でカラーリングはですねこれリフレクティブブルーというのをカラーリングなんですけども、カタログで見たら黒に近い紺に見えたんですけども、日の光を浴びると結構綺麗な青に見えます。最初ねトリトンブルーにしようかなと思ってたんですけども、家族会議でどんな色がいいってどの色がいいって言ったらこの色って指摘されたので、うん、じゃあこれにするかってしてみました。トリトンブルーかこのリフレクティブブルーのどちらかだったらいいなとは思ってたんです。ちょっと悩んでたんですけどね。とね個人的に気に入っているのはマフラーです。 1000cc となれば当然ねマフラーとしての機能としてどうしてもでっかくなるはずなんですけども、これ車体の下にどうも消音器を持ってきてるみたいで、外見上はねすごい小さい感じのマフラーに見えるっていうのがもうデザイン的にも気に入っています。ここ全然隠されてないっていうのかな、マフラーで隠されていないっていうのもすごい個人的には気に入っています。あとはね最近定番となってきたかって感じもするしますけど、 USB が標準でついているっていうところですね。ただここについたところでこの USB の先何をつなげるんだっていう話なので、使い道がちょっと見当たらないって感じですけどね。ここはもう皆さんのアイディアで乗り切ってもらうしかないでしょう。外見としてはねサイドケースが付けられていますし、グリップヒーターが、付いています。このグリップヒーターは長押しでオンオフ、ちょい短めの押し方で、モードが強中弱と変わっていきます。ハンドルで握った感じではこの辺りに行ってますね。親指と人差し指の中間ぐらいにスイッチが来るんで違和感はこちらはないですが、アクセル側の方については今はこうつながっているんですけどね、一応これもディーラーで付けてはもらったのですが、こうじゃねえかなって思うんですけども、ブレーキ操作とかね指がねいちいちここ当たるんです。グリップヒーターを検討されている方はちょっとショップとここ相談してみてください。この辺りの方でできませんかって形でね。サイドケースの方についての説明も他の方がされていらっしゃるんで、もう細かいことはなしでいいかなと思います。なかなかね裏側を取ってる人はいないみたいなんで裏側を取っておきますね。はい、このサイドケースはですね鍵で持ってアンロックかけます。はい、ちょっと癖がありますが少し押さえて浮かせます。で開くんだけどサイド開きなんですよね。これサイド開きなんでこれ何が起こるかっていうと、開いた瞬間に中がボロ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 落ちてくるんです。で私それが本当嫌だったのでAmazonでこういう袋のやつがあったので、この袋の中に小物を入れて落ちてくることを防いでいます。これサイドケース持っている方にはちょっとおすすめかなと、珍しくおすすめできるかなって思います。その前まではね洗濯ネットを使ってたんですけど、やっぱり形がね収まりが悪かったので、まあ一応これよという形で売られていたものをちょっと入れてみました。ロックする時ねちょっと押さえないと
閉まらないっていうような感じになっています。実際の乗り心地っていうところなんですけど、まずねシート、他の方もねおっしゃってますけど、とても分厚い感じがあります。面積も広いです。面積が広いだけにちょっと足つき性が悪いです。これ自身気に入ってるのはそのシートのグリップですね。これは最近のバイクもそうだったのか、そうなんでしょうかね。グリップがいいので加減速した時にお尻の位置がね前後ろへってずれないんです。これはちょっと運転してて楽ですよね。ブレーキかけた時とか前に滑る後ろに滑るで、そのたびに2グリップをより強くしなきゃいけないとかってなると結構乗ってて疲れてきます。地味に効いてくるんですけど、これ滑らないですね。で、乗り味の乗車姿勢というところなんですけども、ちょっとまたがってみましょう。足つき性どうのこうのっていう話は、まあ、他の方もされているので、そこはよいしょいいかとは思うんですけど、今ね思いっきり傾斜がついているんで両足揃えるのちょっと大変です。ステップこんだけ空きますからね。今すごい斜めです。これ斜め立ちこけ起こしやすいケースの場所にあえて止まっています。今あともう一つね、このサイドスタンド結構深いところっていうか短いというか、結構止めた時に倒れ込んでいきます。あれっていう感じになるので、左側の斜面が低い場合に止める時ってあれまだステップがつかないつかないつかないって感じになるので注意が必要です。なかなかですよこれ。もうふくらはぎがにもうつりそうです。はい、こちらが乗車姿勢になります。このバイクバーハンドルではあるんですけど、これね私個人的にすごい気に入っていません。バーハンドルが昔から大嫌いなんです。ですがまあしょうがないってことでバーハンドルこれ言ってるんですけど、この幅ですね、乗ってみて私個人は174ありますけど、肩幅もちょっと人様よりはちょっとあるかなって感じはありますが、いややっぱちょっと横広すぎひーんって思いますね。すっごい楽なんですけども、正直言って楽すぎる。バイクに乗ってるっていう感じの緊張感が僕にとっては悪い意味で感じない。なんかね簡単に乗りすぎてるっていう感じがする。それぐらい楽。ステップの位置もハンドルの位置もすごい自然なところにやってくるんですけど、楽すぎる気がします。もうリビングに座ってバイク乗ってんじゃないんだよっていう、そんな感じがしてます。私自身はもうハンドル少し低めの方がポジション的には好きなんですけど、ちょっと楽すぎるかなって気がしますので、このバイクに興味を持たれている方はできましたらお店とかでちょっとまたがらせていただいて、体に合うかどうかっていうのはちょっと見てもらった方がいいかなって気がします。私はもう現実のバイクを見ることなく注文しましたので、もうこれ受け入れていますけど、ちょっとね広いかなって気がします。私あんまりすり抜けしませんけど、すり抜けすごい怖いです。ミラーは大きくて後ろよく見えますこれ、うん、乗ってみると安全に楽に乗ることができるバイクだなっていうのはもうしみじみと感じます。ほんと乗りやすいバイクのフィーリングとしてはそんな感じ。続いてエンジン特性なんですけども、このバイク GSX-R1000 先代の K7 っていうエンジンをデチューンしてこのバイクに収めているとカタログに載っています。立ちこけしていますからね、この辺クランク傷つきますんで注意してくださいね。この割れてるやつもね、左折立ちこけですからね、ここ割れるとは思いませんでしたけどね、気をつけてくださいね。はい、K7 なんですけども、当然ねその当時はフラッグシップエンジンということでしたので、すごいパワーを持っていたんですけども、このバイクはそれをデチューンした形で搭載されています。当然ねマックスパワーが出るわけではなく、扱いやすさを前面に出したんじゃないかなって気はします。まあ、それゆえかもしれませんけども、私個人としてはパワーが不足している気がしてます。あれなんかパワー足んねえなっていう、まあ、もちろんねそんなでっかいパワー必要ないんですけども、私のね比較対象が昔乗ってた GSX-R1100 っていう M 型のね揺れマシンなんですけど、あれも同じ150馬力ぐらいあったんですよ。あれと比較しちゃうんですね。であれと比較すると、エンジン出力特性っていうんですかね、とってもマイルドなんです。なのでマイルドすぎてパワーがないのかなって感じてしまうような感じですね。よく見ると外れてますねこれ。っていうことは反対側空いてるんですか。反対側っていうのはどこからだろうな。まあ深見峠走りたかったんですけどね。ああそうですか、うん、よしこっち取れんか。すいません、いやいや出口来て閉鎖は大変ですもんね。も
元へ戻さないと元へ戻さないとあ、どうもお気をつけて。はい、で私個人としてはそんなにね、1速2速3速4速、まあ、3、4速でレッドゾーンまで引っ張ったことはないので、まあそれゆえにかもしれませんけど、なんかパワーが足りないなっていう気がします。1速2速で、まあ、フルスロットルを開ければ飛んでいきそうな加速はもちろんするんですけど、最新のエンジンなんだけどこんなもんかなってちょっとね思っちゃいました。でも見方を変えたら、さっきも言ってますけど、すごいエンジンが滑らかなんていう言い方ができると思います。急にねトルクカーブが上がっていくっていうエンジンじゃ、まあ暴れ馬みたいな感じのエンジンフィーリングじゃないんやろうなっていう気はします。まあ、そこまでね 1000cc で回す必要は全然ないので、実際乗ってて7000回転8000回転回すことってないですね。サーキット行ってるわけでもないですし、峠走ったってそんな速度ビュンビュン飛ばすわけじゃないですし、実際は5000回転も行かないっていう感じのことが多い、私の場合は多いのですけど、前のね GSX-R1100 に乗っていた時と走行フィール、エンジンフィーリングってやつと比べるとおとなしく感じてしまいます。だからといって引き力かって言われたら引き力じゃないんです。ちゃんと下から上がってってはくれます。街乗りの方に特化したバイクっていう割には下が足りないかなって気がします、気がするんです。もうちょっと下つけてもよかったんじゃないかな、そんな気がします。スタートの時の1500、2000回転ぐらいのトルクってやつがなんか細いなって気が、3000回転とかのスタートのトルクがなんか足りねえかなって気がします。スズキのロー RPM のシステムがちょっと介入して邪魔してるのかなって気もしますけど、個人的にはもうちょっと下が欲しかったかなって気がしますね。50馬力ぐらいでチューンして下げてるんだったら、もうちょっとトルク上げて欲しかったかなっていう、なんとなく乗ってて走行フィーリング的には大柄な感じがしてます。その代わり直進安定性はすっごくいいとは思います。曲がりやすいかっていうと曲がりやすくないかなって思います。でも前傾気味でね、まあ、ちょっとお尻ずらすみたいな走り方をしたらコロッと性格変わってはくれますけど、スピードレンジも一緒に上がっていってしまうんでちょっと怖いんで、私は基本的にリーンウィズの状態で走っているんですけど、リーンウィズで走っててもなかなか寝かせられないですね、腕がねないんでね。まあ結論がねすごいありきたりですけど、惚れ込んだら乗りましょうって感じですね。これいいなって、まあ惚れ込んで購入してちょっとしばらく乗ってみて、その惚れ込んだ理由が外れてなければずっと乗っちゃっていいんじゃないかなと、まあ、他のバイクもそうなんですけどいいんじゃないかなと思います。私自身はさっき言ったバーハンドルが本当に嫌いなのでバーハンドルがもうあの車検対応でハンドル下げれるやつを見つけたら割と速攻で買いたいと思いますもうちょっと下げたい、絞りたいっていう感じが個人的にはします。あくまで個人的ですから。完成されてるって言えば完成されてますね。そういう意味ではね、もうドレスアップぐらいしかやることがないみたいな、走りに対してなんかこうあれこれつけるようなものないかなって気がしますね。やるとしたらローダンぐらいでしょうかね、ちょっと高い気がします。あのシート幅が広いので足がね開脚する形でまたがるんで、その分足つき性が、ね、悪くなってますんで、ローダウンしていいんじゃないかな。もしかしたらローダウンを見越してこいつがちょっと短めに作られてんのかなって気が、しますけどね。そこまで考えてんのかな。もしそれをやってるんだったら鈴木すげえなって思いますね。取り回しの方については、これはちょっと私の体格なのでしょうがないかもしれないけど、まあなんも苦労がないです。最初のうんって勢いをつけた後はもう全然スイスイです。はい、他の 1000cc 例えばハヤブサみたいな大きさのやつだったらちょっとしんどいんですけど、これはそんなことがなかったですね。ハンドルの位置が高いからっていうのもあるかもしれません。取り回しは僕は楽です。そんな苦しいって感じはないですね。まあ 250cc とクラウダーは雲泥なんですけど、はい、高速道路での、まあ、走行ヒーリングっていうところなんですけども、まあ、80、100で走る分については余裕がありすぎる状態です。気になるところは、まあ、風でしょうかね。風がどう当たるかっていうところなんですけど、私のマイクこのスクリーンはノーマルスクリーン、背筋を伸ばしたような状態になると首の下まで風が来るけども、バイクに乗ってるっていうような感覚の、まあ、乗車姿勢を整えた場合
私の場合はヘルメットの下に風がねほとんどないという状態です。肩口にちょっと両サイドに少し当たってるかなっていう、でもそれでも普通の走行風の風ではなくてサラサラとしたような感じの風を感じてるって感じ、涼しいって感じるぐらいのねそういう風が吹いています。これミラーのせいかなっていう気もするんですけど、結構ね驚いたのは腕なんですよ。腕のところの上側っていうかな、まあ、こっちかここからね風がほとんど当たらないの。腕の下側の方については優しい風が吹いてるんで、そこからね袖口の方に風が入ってきてひんやり冷たいというか通気性が良くなってるような風っていうのを感じます。まあ、なんつうても一番恩恵を受けているのはクルーズコントロールなんだけど、琵琶湖一周の時にもね伝えたんだけど、左手のね、まあ、親指で操作はするんだけども指がねやっぱ遠いね。このボタンを走行中にここ触るっていうのはちょっときついですね。指がね離れすぎるんで左手がほとんどもう離してるような状態、掴んでないですね。この状態でちょっとでもバランス崩すと怖い思いをすると思いますので、注意した方がいいかなと思います。ただねこのオートクルーズの方についてはオートクルーズのスイッチが右にノンスイッチがあるんだけど、これ押して画面上でランプがつくっていうか表示されるんだけど、これがね点滅してエラーになるっていう状態が結構あります。こうなった時はあのメインスイッチオフにしてくれって取説に書いてあるんですけど、まあ実際にそれでオンオフやるとまあ大体戻ります。しかし高速に乗ってからいや動かねえってなったことになるので、オートクルーズを使おうかなと思っている人についてはバイクに乗ってまずオートクルーズモードが作動ちゃんとするかどうかを確認するっていう癖をねつけた方がいいかなと思います。あとねクイックシフターなんだけども、下道と高速道路ではちょっと感覚が変わります。下道の方はね全然問題ないって僕は思っているのですけど、高速で行うとちょっと息継ぎするような感じの上がり方になります。でもねダウンもできるのはありがたいよな。今はもうダウン当たり前になってきたかもしれんけど、まあ、最後のね まとめとしてはね、楽すぎる、つまらないぐらいに楽すぎるぐらいの乗車姿勢と150馬力あるとは思えないような乗り心地の良さっていうか扱いやすさっていうところですね。ここが人によってはマイナスに触れてしまうかもしれません。まあ一ジャンルとして鈴木がねまた挑戦してんのかなーって気はします。うん、頑張ったんじゃないかな鈴木って。一応コンセプトではタンデムツーリングをして苦にならないようなっていうことをなんかやってるみたいですね。一応今日の時点で調べたところでは納車待ちが発生しているようなんです。鈴木で納車待ちが発生するって正直珍しいので、人気があるのか生産量が少ないのかは分かりませんけど、入社待ちが発生しているそうです。もし検討されている方、興味がある方はね、私の勝手な思い込みですけども、そちらを参考にしていただけたら幸いです。はい、それでは同じ仲間が増えることを楽しみにしています。ではまたどこかの道でお会いいたしましょう。さよなら。